ツはブリブリのギャル系にしていきたいと思います。俺はタクミにするって思いますけど違うわ。俺もわかんない。メイクしたらダメだよ。絶対ダメだよ。終わったの。勝たせるから。慣れてますね、マサイさん。いいんじゃない？いやだからこう色つけますか。色そうピンク系。おいいじゃん。いいですね。マジですか。つけます。ああ。うわギャルだ。続いてはエントリーナンバー4。テーマは海に行ったのに絶対入らずにナンパ待ちをしている一昔前のギャルです。マロチャピちゃんです前のギャルっていうのがですね、すごい表現できているかなと思います。笹子君いいですか感想。女の子じゃん。本当そうだよね。勝ちます。お願いします。JK で色白にしよう。10番とかにしよう。チークとかちょっと清楚系女子高生。次はここへ。日焼けをチークで出します。ちょっと赤い。めっちゃ可愛いですよ。可愛い可愛い。すでに女の子。ちょっと男子、掃除サボんないでよ。オーラは出てる。オーラ出てますね、本当。私だけの世界観、誰にも奪わせない。メイク道具が何をしたいか、どうされたいかをその魂に流れに沿ってちょっと迷ってるね。信じろって信じろって、俺らが1位まで連れてったるから。まだ綺麗やな。白すぎんもん。いやそれが K-POP や。めっちゃうまくないですか。でもさ、はい、OK。おお、かわいい。かわいい。かわいい。ナンバー7、新人女子 K-POP アイドルグループ、サノランドのキム・ユダンです。どうぞー。な私の虜になってね。これはもうご自身やってみて、メイクしてもらってる時からちょっとプロデューサーのたけるくんとりひとくんの目がちょっとすごいやらしくて、ちょっと怖かったですね。メイクだから怖かったですね。注意したいです。では始めていきます、エントリーナンバー1番西林蓮美ちゃんが良かったと思う練習生、拍手をお願いします。続いてエントリーナンバー2番メリー・ジェンさんが良かったと思う方、拍手をお願いします。メリー・ジェン。エントリーナンバー7番キム・ユダンちゃんが良かったと思う方、拍手お願いします。ユダンちゃん、スタンディングオベーションが出ます。キム・ユダンさんが姫木さん選択。